こんにちは、ジョモラのマナです。ちょっと髪の毛お風呂上がりで髪の毛がやばいんですけれども、気にしないでください。今回は多分初めてと思われるナイトルーティーンのご紹介をしたいと思います。今回は特になんか特別なこととかは普段してないので、平凡なジョモラ家の夜の過ごし方なんですけど、ぜひ見てみてください。ではスタート。おかえり、おかえり。靴脱いで、靴支度しないと。支度しないと。え、靴下脱ぐの？ププ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 プ手洗って、お手手洗ってきて。ぐしぐし。そうそうそう、偉いね、ちゃんと裏までね。こっちの反対の裏は。そう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 、いいね。いいね。おえとちちてママ、 PJ マスクっていうキャラクターがルイ大好きで、赤は何？オーレット。赤はオーレットなんだ。あ、じゃあ合ってるんだ。これキャットボーイなの？うん。うお、すごい丸上手。卵、卵、おにぎり、おにぎり、違う違う、卵、卵、卵。まあ大体ね、お出かけが帰ってきたら手洗って、で、まあ何かしらして遊んでるよね。開けてみた。開けてみた。すごい。開けてみて。赤。赤。そう、赤。あ、見て、おうち。おうち？見て。赤ちゃんパンみたい。赤ちゃんパン？もうそろそろお風呂入るよ。アイスだ。おうち。さあ、お風呂準備しますか。はい。始まりました、マナラジオのタイ、マナラジオの時間でございます。入浴中やお風呂上がりのスキンケアに使っているこちらのメリベビー、0歳から使えるもので保湿力も高いところが気に入っています。ルネはそんなに乾燥気にならないんだけど、ルイはすごく肌が弱い子で乾燥も感じられるので、肌に優しくて保湿成分もしっかりあるものを選ぶようにしています。これちなみにママも使えます。私たまにいい匂いのボディクリームとかを使うんだけど、やっぱり忙しい日とかはママと子供分けて使うよりも親子でささっと使えるものを選んじゃいます。私自身もすごい敏感肌で乾燥もすごいんですが、潤い感が気持ちよかったです。しかもすごいのが、ただ保湿するだけじゃなくて、乾燥による肌荒れやニキビの予防にも効果があるそうで、あとは湿疹の予防にもなると思います。あとね、物によって青だったり黄色だったりと蓋のところが色が分かれてるので、すごい見分けやすくて使いやすいです。で、こうやってルイは顔に塗るのがあんまり苦手なんですけど、いつも毎日ちゃんと保湿しています。そう、あとね、メディベビーは0歳から使えるということなので、出産のお祝いにぴったりかなと思って、私ももう友達が赤ちゃん生まれたので、ちょっとプレゼントしようかなと思っております。はい、そしたらルイとルネが大好きな歯磨きタイプですね。もういつもね、自分でやりたがって大変なんですけど、最初に自分でやらせて、仕上げに私がやってあげます。こんな感じで。
こんな感じでいつも過ごしています。なんもね、特別なことはないんですけど、ジョンマだけの平凡な一日でした。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。チャンネル登録してね。先生うまい。おやすみ。はい、こんな感じで夜過ごしております。今日はご飯ちょっとおばあちゃん家の方で食べてきちゃったので、そのシーンとかは入れられなかったんですけど、でまだまだね寒い日続いて、いつになったら春になるのって感じなんですけどそう、やっぱり寒い日が多くて床暖もまだ打ちつけてるんですけど、どうしても乾燥しちゃうので保湿もねしっかりしてあげたいですね。で私自身も子供が生まれた時、最初何使ったらいいのか全然分かんなくて、で結構迷ってたし、そういう経験ねしたことある方多いかなと思うんですけど、ぜひねこちらのメディベビー使って参考にしてみてください。この蓋が黄色いやつは日焼け止めの効果もあるので、日中はこれ使ってて夜はこの2つ使ったりして、あと大人も使うことができるのがいいですよね。でメディベビーは3月25日から発売されるそうなので、ぜひチェックしてみてください。はい、そんな感じで今回は最近のナイトルーティーンと新発売されるメリーベビーのご紹介でした。最後までご視聴いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではバイバーイ。